二塁、いい場面で迎えました3番松井。横浜戦では山本さん素晴らしいホームランを打ちまして、はい、痛烈なライナー性の当たりでした。その後も練習では非常にいい当たりの時とあれと思う時があるんです。まだね、下半身はできてないと思うんですよ。あ、そうですか。やはりね、キャンプをほとんどその監督やってませんよね。はいはい、そうなりますとね、こうやって必ずシーズンにも出てくるんですよね。あ、だからまだこの調整が本当の走り込みっていうのできてないと思うんですよね。なるほど。それが練習でものバッティングでも好不調の波が出てくるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、とはいってもこれ開幕ですからね、はい、普段以上の力出ますんで、ね、そうですか。この結果がね、結果がだいぶ変わってくると思いますよ。ワンツー打ったライトはどうか、打球を早くも見送った。開幕ホームラン、開幕ホームラン、松井やりました。開幕ホームランました。今年の